眠たいぞ。昨日の夜はいろいろあって大変だったな。あれ、待った。そこにあるのって、まさか、リネのカードだ。何が書いてあるんだろう。オイラが読んでみるな。きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報を掴んだんだ。おお、ラッキー。今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報を掴んだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。そこでおしゃべりしてる人たちがいるぞ。近くに行って聞いてみようぜ。俺に言わせりゃ、上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろ。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生きられると思うか。ふん、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると、刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろ。水の上の世界とはおさらばってわけさ。たく、その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。近づいて聞いてみようぜ。だからそういうことはもともと。待った、君たち誰だ。急に近づいてきて何を考えてる。わあ、ごめん。もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか。なんだただの慣れ慣れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別に馴れ馴れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。
グスト、聞いたか？俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか？おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。お、オイラたちってそんなに有名なのか？あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ？ちょっとしたミスか。気に入ったよその言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああもちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていない奴のことも知りたくないか。まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか？クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるぜ。おお、そうか。実を言うとここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか。すごいぞ、まさかプロの料理人なんじゃないか。その通り、僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら君たちはもう半分同士。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わないやつだよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いっつも医務室に行ってる姿を見る。あ、なあ思ったんだけど、まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。どう考えてもありえないだろう。
まあ、あの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。そこのお嬢ちゃん、そうそう君だな。カードゲームは好きか。あれだあれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ、七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら、一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな、たまたま君を見かけて、他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら、変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ、隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。そうか、もう会ってるんだな。あの二人は面白いぞ。何でも気にかけて何でも噂にする。彼らほどしょうもない人は見たことがない。二人は昔外でシェフとバーテンダーをしてたそうだ。知ってると思うが、バーテンダーはよく客と世間話をする。シェフも料理をしないときにはその輪に加わる。他には何かあるか。あーん、そうだな、ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか。え、そうなのか。なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁域？誰かが作った言葉みたいだが、聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ。いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか。他には、もう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただし、カードゲームに付き合ってくれるならな。その様子からして調査は順調って感じ。こういう時は計算しないで、情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うぞ。さすが君たちだね。それじゃ、それを聞かせてもらおうかな。
まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。皇子様が失踪したのはおそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だけど、これだけじゃお父様に報告するのには不十分。皇子様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。皇子様は休暇中ではあるけど自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。この仕事はフレミネが適任みたいだね。彼は今日仕事で忙しいんだ。それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。どういたしまして。協力すると言った以上僕たちは君を失望させはしないから。それにしてもあのリオセスミのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって皇子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か。そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、金域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで金域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけでこれは君にしか頼めないんだ。なんだ、難しいことなのか。簡単とは言えないけど大丈夫、君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。医務室の構造や内部の状況をよく調べてあらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後それを僕に教えて。でもあまり無茶はしないように、安全第一でね。ごめん、いつもの癖でつい妹に言ってるみたいになっちゃったね。ひひ、別に悪いことじゃないって。そうだろ。それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。うん、ここで一旦別れよう。9日後また会うことを忘れないでね。それじゃ気をつけて。お前はここでじっとしてろ。オイラが覗いてくるから。どれどれ、中に誰かいるみたいだ。一人じゃないぞ。私は
わけじゃない。それじゃ。よく聞こえないな。やっぱり正々堂々真正面から探りを入れようぜ。よし、準備ができたら入るぞ。ふ、おい。大丈夫か？まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず。何があったのか、ゆっくり話して。こいつ、急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って地面に倒れて、そのまま立てなくなっちゃったんだ。おいら、どうしたらいいのかわかんなくて。手足が冷たいし、指先もピクピクしてる。それに顔色も。何かの中毒とかじゃないよな。見てみるから、まずは横になりましょう。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いて、ゆっくり歩いて。しっかりしろ。大丈夫、患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから、力を抜いてね。うん、なるほど。わかった。ざっと見たけど、命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。え、そっか。あ、でも。さあ、続けて診察するね。はい、リラックスして深呼吸を。ふう、臓器にも大きな損傷はないのよ。ここを押すと痛む？ここは？え？ここが痛むはずないのに。おかしい。ここは痛む？わかった。そういうことね。多分お腹を壊しただけよ。ひどいものじゃないけど、そのピークが来たせいですごく痛かったのね。そうなのか。大したことなくてよかったぜ。最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あと2、3日もすれば良くなるはずよ。ひとまずここで休んでて。うちは薬を取ってくるから。ルールビさん、うちがいない間この新しい患者さんのことを見ててくれる？わかりました。ああ、看護師長のやつぴょんぴょんしながら行っちゃったぞ。こんにちは。気分はどうですか？こいつ、お腹がすごく痛かったみたいなんだ。ここまでフラフラだったし、オイラも心配で。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。彼女はここで一番の医療スタッフですから。でも見た感じ、
その医療スタッフってあいつ一人みたいだけど。ま、確かにそうだな。確かにそう？それはあくまで表面上の話です。メロピデ要塞を擁護するつもりはないですけど、ここに閉じ込められている人は全員が無能というわけではありません。罪は犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに診察を手伝うこともあるんです。わかったわかった、君の言う通りだよ。ただそれをわざわざ患者さんの前で言う必要はないと思うけど、君だってまだ体調が良くなってないんだろう。なのに随分と元気そうだ。そうですねすみません、ついムキになってしまいました。お前らも体調が悪いのか？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいるのかもなもっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動悸をよく起こすのはあなたのせいだってこと忘れてないでしょうね。あ、もう喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。されるだって、そんなのまだ先の話だ。それに仮に出たとしても、僕たちみたいなのが元の生活を送れるかなんて誰にもわからないってのに。こんなくだらない話はここまでにしましょう。それからしばらくここであなたに会わないことを祈ってます、ジュリエ。それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。じゃあな。あいつかったるそうに出ていったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー、あいつはジュリエ。あなたたちがあんな変人の相手をすることがないといいのですが。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだな。当然です。ああいう思い上がっていて毎日変な研究のことばかり考えてるやつ、誰も好きにならないでしょ。彼の話はやめましょう。私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻ってくるでしょうし、薬を飲めばきっと良くなりますよ。いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たちちゃんと休んでた？シグウィンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら。ベッドから降りて走り回ったりしてない？さ、2日分の錠剤よ。1錠飲んだらまたしばらく横になって。そうだ、ルールビさ、さっきは急いで離れちゃったけど、何色の薬を飲めばいいか話したのを覚えてる？ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。
が君の分なのよ。今晩は薬を飲んで早く寝て、いい夢を見てちょうだい。はい、では失礼します。旅人も早く良くなるといいですね。うん、またな。旅人よね。カルテを書くから、いろいろ確認させてちょうだい。あ、さっきの二人がうるさかったから、もう少しこいつを休ませてやってくれないか。代わりにオイラが答えるから。ねえ、わかった。症状は腹痛で吐き気も催してたけど、他に辛いところはあったかしら。それ以外にはなかったな。そう、薬を飲む以外に他にしておいた方がいいことはあるか。彼女はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして夜更かししなければ大丈夫。任せろ、オイラが責任を持って見ててやる。あれ、寝るのか。まあいいか、ゆっくり休めよ。オイラたち、いろんなところを旅してきたんだ。あいつはああ見えて、誰よりも頼りになるやつなんだぞ。そうなのね。じゃあ、君たちは最高の仲間同士ってところかしら。心配しないで、彼女は良くなるから。お、起きたのね。気分はどうだ。お前ずいぶんぐっすり寝てたな。オイラたちずっとそばにいたんだぞ。そう、安心して、もう帰っても大丈夫だから。定期的に薬を飲むのと食事は軽めにすることを忘れないでね。うん、ありがとな看護師長。お前よくあの状況で眠れるよな。寝言までつぶやいて、こっちはヒヤヒヤしたんだからな。それはなかったけど、お前ずーっと「パイモン、焼けたから取らないで」とか「船長車はそこに置いて」とか、でたらめなことバーカつぶやいてたぞ。お前が寝てる間、オイラずーっとあの看護師長と話してたんだけど、すごい素直なやつだし、部屋に怪しいところもなかったぜ。ひょっとしてオイラたち、調査する方向を間違えたんじゃないか。おお、よくそんな些細な点に気づけるな。とりあえずその情報をリネに伝えよう。約束の日が来たな。リネを探して合流しようぜ。ここ数日トラブルには合わなかった。オイラたちスケジュール通り
に労働と生活をしてるから特にこれといってなかったぞ。うん、ならよかった。つまり医務室への潜入も疑われなかったってことだ。君たちからのメッセージは読んだよ。フレミネも2日前に無事パイプを通って外に出た。それから昨夜リネットには計画通り仮病を使って医務室に忍び込んでもらってる。あいつも医務室に？前回君たちに下見をしてもらったのはすでに追加分の仕事だったからね。率直に言ってフレミネの力を借りるのと引き換えだったとしても十分すぎるほどよくやってくれたよ。人目がある拠点への潜入は一度きりの調査とは違う。同じ人を可能な限り使わないようにし、一人一人の疑いをできるだけ最小限にすることが大切だ。リネットも僕たちのために君が最初の一歩を踏み出してくれたことを認めてる。後のことはリネットが処理するから安心して。リネット、うまくいくといいな。ああ、そうみたいだね。君たちは優しいから僕たちは誰よりもそれを分かってる。でも前に言ったことをまだ覚えてるかな。僕たちの立場の違いを君は言ってた。ファディと君たちの間には少なからず因縁があるって。僕はその気持ちをよく理解してる。つまり君たちは純粋な善意で僕たちを手伝ってくれてるんだよね。旅をしてると人との絆をよく見るからな。オイラたちが困ってる時はお前も助けてくれよ。もちろん。でも君たちを友達と見ているからこそなおさら危険な目に遭わせるわけにはいかない。リネットとフレミネもそう思ってる。うん、ならよかった。さてフレミネが戻ってくる前に一緒にリネットの様子を見に行こう。うまくいってればもう調査はほぼ終わってるはずだ。この時間に行って大丈夫なのか？僕が観察したところ、看護師長のシグウィンは昼食前の約30分医務室から離れる。リネットも、それに僕はリネットのお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが妹の体調を気遣うのは何も不自然じゃないでしょ？よし、そうと決まれば早速行こうぜ。失礼します、リネットはいますか？あれ、リネット？看護師長はいないみたいだな。でもリネットもいないぞ。そんなはずない。リネットは軽率な行動をめったに取らないんだ。それにもし予定を急遽変更することになっても必ず何らかの方法で僕に伝えることになってる。もしかしたらけど一時的に離れただけかもしれないだろ。とりあえずここで手がかりを探しながら少し待ってみようぜ。ああ、いくつかあるな。それにカルテっぽい書類も何枚か。ディープケア、患者を喜ばせる方法、感情の裏にある原因をシンプルに理解する、笑いの意味。なんか面白そうな本だな。看護師長ってこういうのを読むのか。他人の意図や気持ちを理解するのに役立つ本もあるけど、これってあいつがメリュジーヌだからか、それとも患者の心を理解する必要があるってことかな。看護の仕事をする上でそういったのも必要なことだから不思議じゃないと思うよ。人が寝ていた形跡のあるベッドは一つだけ。
それ以外は整えられてる。それってリネットが横になったベッドだろ。仮病を使ってここに来たわけだし。ああ、偏頭痛がひどいっていうのを口実にね。通常であれば看護師長はリネットを横にさせて薬を取りに行くはず。リネットが横になってからこのベッドを離れるまで看護師長は戻ってきていないってことだね。あるいは看護師長はベッドを整える気がなかったのか。フラージュが下手ってわけじゃないけど、少し不自然な感じがするね。仕切り板の裏側は空洞になってる。このサイズからして分解しないと入れないものじゃない。おそらくどこかに仕掛けがあるはずだ。まさかリネットはここに入ったとか。いや、ありえない。リネットはこういう状況で勝手な行動を取らないし、きっと先に僕に連絡するはず。他に手がかりがないか見てみよう。落ち着いて、まずは周囲を見て回るんだ。紙切れ。文字が書いてあるな。あれ、これってあんたらの習慣にのっとり、ここはカードや紙切れで情報のやり取りをしよう。これは一種の挨拶のようなものだ。これは、あれ、でもこれしか書いてないぞ。裏、あ、これ見せて。急に顔色が悪くなったけど、どうしたんだ。オイラにも見せてくれ。さあ、ファデュイのメンバーであるリネットちゃんが今どこにいるのか当ててみるといい。まさかリネットはもう。リオセスリのやつ、まさかわざと医務室に誘い込んで僕たちをはめたんじゃ。でもそうなると、あいつは最初からオイラたちの目的を知ってたってことになるよな。でもオイラたちが前回ここに来た時は何も危ないことなんてなかったぞ。その後も特に何もなかったし。そう、そこが問題だ。リオセスリは、あいつは明確な目標がないと動かない。つまりあいつは最初から君のことを警戒していなかったことになる。旅人、君と僕たちの立場は違う。君はヌビレットさんの使者であって、彼とは対立関係にない。それに引き換え僕たちは。それは僕も聞きたいね。どうしてリネットだけ。落ち着け、考えるんだ。冷静にならないと。これは前とは状況が違う。そうか、君の言う通りだ。待った、まさかフレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのもリオセスリがわざと見逃したから。でもフレミネがここを離れて公爵に何のメリットがあるんだよ。あいつ挑戦状を叩きつけてるんだ。
僕への挑発ってやつだよ。間違いない。クソ、フレミネを外に出すべきじゃなかった。パイプから送り出すとき、ちょっとした細工で干渉を回避できたのは運が良かったわけじゃなかったんだ。もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたんなら、フレミネは今危険な目に遭ってるかもしれない。リネが少しパニックになってる。何か言わないと。自分を責めるなよリネ。オイラたちがタルタリアのことを言わなかったら、フレミネがここから離れることはなかったわけだし。責めるならオイラたちを責めてくれ。いや、今回の行動の責任者は僕だ。正体のリーダーである僕が二人を守れなかったのが悪い。リオセスリに会いに行く。やけになるなって。おい、お前もなんか言ってくれよ。リネットがまた誰かにさらわれるなんて僕には耐えられない。行かないと。リネットとフレミネを取り戻す方法を僕が見つけるんだ。おい、リネが行っちゃったぞ。早く追いかけよう。はあ、ええ、私はこの点について変える余地があると思います。ダメっていうわけじゃないが、何度もテストする必要がある。そう、分かった。それじゃあ時間には注意してね。誰かいる。物を隠して。外で誰かが盗み聞きしてるみたいね。部屋から声が聞こえなくなったらすぐ中に入ってくるはずよ。おい、大丈夫か。あの二人ね。やっぱり彼女たちの嗅覚は鋭い。ここまでたどり着けるなんて本当に良かった。うちお利口な人は好きよ。あと複雑なことなんて全くわからないキャラを演じるのも好き。人に信頼されるって感じがたまらないから。まあどうしたのよ。ほら慌てず、何があったのかゆっくり話して。人の表情を読めると何かと役に立つの。おいリネ、まずい、追いかけないと。見失っちゃったぞ。あいつ足が速いな。公爵の執務室に先回りしてリネを止めよう。リオセスリ、出てこい。やれやれ、ここは一応公務を執り行う場なんだ。もう少し風紀ってもんを気にしてもらえないかな。リネットはどうした。ああ、彼女なら医務室で会ったぞ。偏頭痛がするって言うからお茶を振る舞ってやった。ちょうど頭痛に効くお茶を持っていてな。ふざけるな。リネットとフレミネをどこにやった。聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろ。リネットちゃんなんか水槽から一瞬で別のところに移動するって。今振り返ったら彼女がそこに立ってるかもな。振り返らせようとしてる。いや、僕を襲うつもりはないはず。人質は彼の手の中にあるし、こうして雑談を続けるってことはリネットもおそらく死んでいない。
君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ。旅人があそこに疑いの目を向けるよう仕組んで、僕たちに調査させるよう誘導した。それでリネットをさらうための隙を作ったんだ。フレミネの脱獄、いや孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方を逃がすことでファデュイのスパイを取り除こうとしたんだろう。そんなことをする必要はない。メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人はここでの暮らしを楽しんでる。何かを企んでるやつ以外はな。その点あんたらは分かりやすかった。君はスパイを排除した上で孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることになった。フレミニも君に捕まってるんじゃないかい。そこまでの手腕を持ちながらどうして人質なんかを取るんだ。一つ訂正させてもらおう。リネットちゃんは俺が預かってるが、フレミネ君はいない。いない？じゃあ目的は一体。リネ！おっと、ちょうどいいところに人も揃ったし、これで何度も説明しなくて済む。協力に感謝しよう。熱心なことだ旅人。残念だが俺のところにいるのはお茶を飲んでるリネットちゃんだけでな。あんたらの約束ではフレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろう。けど今になっても姿を見せない。かといって俺のところにもいない。さてどこにいると思う？君、まさかフレミネが海から戻れないよう何かしたんじゃ。中と外をつなげるメロピデ要塞の扉を閉めただけさ。でもフレミネはダイビングが得意なんだし、きっと大丈夫だろ。いや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはずだ。地上に戻ったなんて考えにくい。俺がなぜこんなことをしたと思う？それはあんたと話をするためだ。俺の知る限りリネ君は高名な魔術師だからな。有名人と交渉するにはそれなりの手札を用意しないといけない。それにあんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。仕事においてもプライベートにおいてもメロピデ要塞の主に会ってみたい。そうだろ？僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわけか。部下がたまたま耳にしただけさ。さてそろそろはっきり言わせてもらうとしよう。あんたらとのお遊びは結構楽しめた。だから目をつむってやろうとも考えたんだが、禁域に侵入しようとしてるのなら話は別だ。リネ君、あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、フレミネ君もまだ海の中。こちらが扉を開けなければ彼はいずれ大変なことになる。そこでだ、二人の安全と引き換えにリネ君に一つだけ頼みたい。あんたの上司に連絡してくれ。できれば彼女をお茶に誘えると一番いい。お父様に？どうしてお父様がそれに応じなきゃならないんだい？可愛い我が子たちがこっちの手にあるからさ。三者面談に参加してもらうには十分な理由だと思うが、あんたらハウスオブハースの人間は家族みたいに仲がいいって聞いてるよ。多分応じてくれるだろう。お父様はなんで僕たちにメロピデ要塞のことを処理させてると思う？ここはほぼ無法地帯だ。尊い執行官であるお父様が自ら来るなんてことは絶対にない。なるほど、ここがお気に召さないというわけか。いい茶葉をたくさん集めてるんだがな。ヌビレットさんやフリーナ様にも結構プレゼントしてる。
君たちだけでお父様を傷つけられるとでも。僕にどんな圧力をかけようと、僕たちを利用してお父様を脅迫するなんてこと絶対に許さない。あんたら本当に頭が固いんだな。ただお父様と会って話がしたいだけなのに。彼女だってメロピデ要塞の秘密を知りたがってるんだろう。リネ君、もう一度チャンスをやろう。召使いをここに招待するか、あるいはリネ、そうまでして。だってはっ当たり前のことだと思うが、はじめにメロピデ要塞に近づいてきたのはファデューイの方じゃないか。スパイを排除したのは警告のためだったが、それでもあんたらは引かなかった。だからこうしてあんたらのボスと直接交渉したいと思ってるんだ。リネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたし、フレミネ君の脱獄も自発的なものだった。誰がどう見ても俺の責任じゃない。だろ？僕は、僕たちのせいでお父様を。6、5。待て、僕は。2、1。タイムオーバー。残念だ、リネ君。待てて。交渉決裂だ。お引き取り願おうか、紳士淑女の皆さん。俺はアフタヌーンティーを楽しまなければ。そうだ、オイラたちと話すのはどうだ。リネと話す気がないならオイラたちと話そうぜ。あんたら何のトラブルもなく過ごせてきたのはヌビレットさんのおかげだって分かってるだろ。あの人の依頼でここまで降りてきたんだ。俺もできるだけ邪魔しないようにしてきた。だがそれは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない。狭いところには狭いところなりのポリシーがある。ふん。確かに実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだな。こうしよう。俺のテリトリーで随分と走り回ってきたんだろう。その調査の成果を見せてくれ。3つだ。3つの質問に正解したらあんたの要求を飲もう。では第1問、生産エリアの隠しルールについてだ。3日連続で労働をしてはいけない。その裏にある真相は。シグウィンはいつも生産エリアの近くで労働者を観察してる。彼女の目には人間の体の状態を見る能力があるみたい。昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。この時間帯、看護師長のシグウィンはどこに何をしに行ってるんだろう。研究ノートにはこう書いてあった。メルジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメルジーヌの審美眼は人間と大きく異なっていると。
るほど、わかったぞ。そういうことだったのか。生産エリアの隠しルールは3日連続で労働をしちゃいけないってものだ。もし破れば3日目のお昼のサービス食に不気味な肉が出てくる。最初はこの肉が失踪した人と関係してるんじゃないかって思ったけど、実際は看護師長のシグウィンが用意したものなんじゃないか。シグウィンはよく生産エリアに行って労働者の体調を観察してる。3日連続で働いて疲れが溜まってるやつがいたら、シグウィンがそれに気づくんだ。で、あいつは親切心と看護師長としての責任感から、お昼ご飯の前に特別許可食堂に行って料理をする。そして疲れた人のためにスイカの一品を作ってるんだ。このサプライズは良かれと思ってやってることで、シグインはみんなにバレたくないと考えてるけど、メリュジーヌっていう種族は世界の感じ方も美的センスも人間と大きく違う。そのせいで特別であるはずのサービス職も受け取った人からするとただただ不気味なものに見えてしまった。だからそこに込められた心を全く感じられなかったってわけだ。オイラのこの回答どうだ？おお、なるほど、悪くない。シグウィン看護師長のことに気づいた上にその意図も見抜いた。看護師長の人間に対する愛が無駄にならなかったというわけだ。さて、2問目は鉄拳闘技場の隠しルールについてだ。両方の選手の投票権を同時に買ってはいけない。その裏にある真相は？話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。フォンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。テストする理由は、開発部門の人ですらこの新商品に対して疑問の声を上げたから。フォンタ社の販売促進委員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたから。公爵は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってる。よし、わかったぞ。これも別に怖いものじゃないな。鉄拳闘技場の隠しルールは両方の選手の投票権を同時に買っちゃいけないってものだ。もし買うと次の日に不気味な血の色の液体が入った荷物が届くことになる。瓶に入った液体を初めて見た時、思わずそれを失踪した選手と結びつけて怖くなったけど、実際は名前もパッケージも決まってないフォンタ社の新商品サンプルだったんじゃないか。血みたいな飲み物、道理で開発者たちの間で疑問の声が上がったわけだぜ。だからフォンタ社のやつらはまず試飲をしてもらって人々の反応を見ることにした。そいつらはメロピデ要塞に来ると闘技大会と協賛したんだ。で、その機会を利用して反則を考えたけど、ある壁にぶつかってしまう。それが公爵だ。
メロピデ要塞において特別許可権は貴重なものだから、公爵はその価値を知らない愚か者しかフォンタ社の飲み物を買わないと考えた。そして闘技大会で両方の選手の投票権を買う人は明らかにその条件に合う愚か者ってわけだ。その件をそこまで調べ上げるとはな、あんたらの実力を認めざるを得ないようだ。だがあんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員はいささかおしゃべりらしい。彼らとの協力を見直した方がいいな。それじゃあ最後、三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと俺の看護師長、彼らは一体どんな秘密を隠している？僕たちはそれの調査中だったんだ。真相を知るはずない。それが分かってておちょくってるんだろ。最初から助ける気なんてなかったんじゃないか。報いを受けろ。リネ、大丈夫か？危ない危ない。看護師長の銃のおかげで助かった。なんてことないよ、公爵。看護師長？この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグヴィン、君。勘違いしてるみたいね。うちはメロピデ要塞の一員だから、メロピデ要塞を守るのがうちの責務なの。最初ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣した時、あの方はこう言ってた。うちの仕事はここの人たちの面倒を見ることだって。うちはただ使命を遂行しただけなのよ。その理屈ならリネたちだって囚人でここの一員だろ。なんであいつらの面倒は見ないんだよ。でもうちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り彼らを守ってたのよ。じゃなきゃもっと違う結果になってたもの。それは公爵も認めてくれるはずね、公爵。看護師長、あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないか。どうせもうそろそろ時間でしょ。公職ってばたまに困ったことをするんだから。うちはただちゃんと公職とお話がしたかっただけなのに。何言ってんだ、何の時間だよ。二人を解放してくれ。その代わり僕を。感動的だな。もう一分くらい見とくか。もうやめてあげなさいよ。まあそうせかすな。もうじきお客さんが二人到着する。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長、リネットちゃんのことは任せた。な、何をする気だ。足音が近づいてきた。ちょっとどいてくれ。おいおい、クロリンデさん、扉が壊れるだろう。クリミネ、クリミネ、どういうことだ。なんでクロリンデがここに。仕事だ。リネさん、さっきは打ってしまってごめんなさい。麻酔の効果はもうすぐ切れるはずだけど、あんまり無理しないでね。フレミネの身に何があったんだ。海にいたはずなのに、なんでこんな状態に。顔が赤く脈が速くなってる。原始大海の水を摂取した時の症状ね。なんだって。ちょっと下がってて。フレミナさんをもっとよく見るから。他のことは頼むね、公爵。
詳しいことはクロリンデさんとの話を終えて、あんたらがフレミネ君をいるべき場所に送ってからにしよう。何その顔は。十分早く戻ってきたと思うけど。いやいや、時間通りだなと感心してただけさ。もう少し遅かったら看護師長はリネ君にもう一発撃たなければならなかったからな。んで、外の状況は。水質が変わった。予想とほぼ同じで、原始大海の水の濃度が明らかに上昇してる。私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいるとあんな風になってしまう。彼を見つけた場所は？パイプの突き当たりにある排気エリア。水の中に入ってから少し離れたところだった。思っていたより近いな。フレミネ君は早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう。扉を閉じたのは正解だった。もう一人ここから出ていたら助けられなかったかもしれない。こっちは善意でやったって言ったのに、誰も信じてくれなかったんだぜ。ヌビレット様なら信じてくれたかもしれない。あの人はどう見てもマイナスな状況から好意的な動機を導き出せるから。ふう、もういい。紅茶でもどうだ。私は不要だ。自分が飲みたいならそう言えばいい。はいはい、俺はお茶を飲むが、あんたもついでに一杯どうだ。付き合ってもいい。ところでタオルはある？髪を拭きたいんだ。容体は？フレミネさんの症状は短時間のうちに大海の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものね。でも命に別状はないのよ。もちろんしばらく経過観察を続けた方がいい。とにかくこのまま少し休ませて、落ち着いてきたら医務室に移しましょう。ごめん、医務室にはもう行きたくないよね。けど医療設備のある部屋はあそこだけなの。だから仕方なくって。メロピデ要塞から脱出した後、どうして大海の水を摂取することに？どういった経緯が？フレミネさんをちょっと見ててもらえる？薬品と呼吸器を取ってくるから。それとリネットさんを連れてくるね。リネットはどこに？無事なんだね。彼女は麻酔を打たれて空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は本当にお茶とお菓子を用意してたの。リネ、大丈夫か？大丈夫だと思う。みんなここにいるから僕は大丈夫。手足に力が入らない。多分麻酔の影響が残ってるんだろうね。心配しないで。みんな、ただいま。お兄ちゃん、旅人、パイモン。フレミネ、フレミネを。無事よ。ちょっとお菓子の手伝って。呼吸が落ち着いてきた。手を貸して、フレミネさんを医務室まで運んでくれる？僕がやるよ。リネット、一緒に行こう。
旅人、君も心配そうだけど一緒に来る？公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよ。クロリンデさんも海から戻ったばかりだから、ちょっと休ませてあげましょう。目が覚めた、フレミネ、具合はどう？リネ、リネット。うん、みんなここにいるよ。ここは、どこ？メロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう危険な状態はほぼ脱したから、安心して。気分はどうだ？辛かったら無理するなよ。旅人にパイモン、久しぶり。そうだ、海水に問題が。慌てないで、その話は体調が良くなってからにしよう。ううん、聞いて。とても危険な状況なんだ。海水に大海の水が混ざってる。原因はまだわからないけど、あの水には絶対に触れないで。パイプ？そうだ、パイプ、思い出した。よし、入れた。うん、雰囲気からして随分長いこと使われてないみたい。ここはもう廃棄されてるのかな。孔子様はどこに？装置、誰かが動かした形跡がある。もしかしてあの方が。
歩けるのはここまで。よし。孔子様はおそらく水の中に潜ったはず。僕も行ってみよう。少なくなってる。それに不自然な痕跡も多分人によるもののはず。こっちだ。ここにも痕跡が。引き続き進もう。あれ、痕跡が消えた。でもこの辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って、何これ。苦しい。心臓がドクドクいってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これはどういうこと。ダメだ、戻らなきゃ。みんなこの状況を知らない。今すぐ引き返せばまだ間に合う。悪くなってく。水の中で意識を失うわけには。僕、踏ん張らないと。つまり手がかりは途切れて、孔子様の行方もそこでつかめなくなった。でもその辺りに出入りできるところはなかったと。そう、僕必死に泳いで引き返したんだけど、あと少しで元の場所に戻れるってところでどうしても力が出なくなって、その後多分気絶したんだと思う。起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でもオイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが。お礼を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。リネットさんの言う通り、急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんって、リオセスリのお客さんってこと？この件についてはうちじゃなくて公爵に直接聞いた方がいいかな。あの人ならきっとうちよりうまく説明できるから。そうだな、そろそろあいつにははっきり説明してもらわないと。リネも一緒に来るだろ？いや、君たちだけで行ってきてくれるかな。僕はまだしばらくここを離れたくない。お兄ちゃん。今は安全だって頭では分かってるけど、離れられないよ。リネットもフレミネも危険な目に遭ったばかりなんだから。うん、分かった。じゃあしばらくこのまま一緒に。なら医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。
しら。ああ、どうやらフレミネ君の容態は落ち着いたようだ。もちろん、じゃなきゃ医務室を離れたりしないのよ。で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はどう？ああ、特に問題はない。できれば一度診察させて。すぐ終わるから、このあと数分だけ時間をもらってもいい？わかった、感謝する。じゃあ私は先に。そろそろ弁解してくれるよな。弁解？その言い方は気に入らないな。説明ってことでどうだい？だがどこから話したものか。うん、あんたらが最も知りたいことからにしよう。さあ質問してくれ。おう、じゃあ聞かせてもらうぞ。お前は最初からリネたちの目的を知ってたのか？いや、彼らがファデューに所属し、召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった。具体的な目的はあんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ。目的も知らなかったのにわざわざ警戒してたのか？彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに鼻が利いてな。最初は講師がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからな。リネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、俺らは彼の行動を止めもしなければ容認もしていなかったというのが正しい。講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっちみち調べる必要があるのならファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺はただ結果を待てばいいんだからな。ジョフノリってわけか。別に構わないだろ。まあその後の状況が変わったのは少し残念だったが、おそらくフレミネ君からも聞いてるはずだ。メロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。金域こそがリネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だからあんたらの身の安全とメロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔犯罪者だったって噂は本当なのか？何を言ってる。俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる。服役するのと何ら変わりないだろう。ただここの者たちが俺に服従してるだけだ。そういえばクロリンデは誰が呼んだんだ？もちろん俺だ。金を出して彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらった。クロリンデさんは血統代理人、つまり第三の勢力だ。今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな。例えばフレミネを助けるとかか？あ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。あんなに劣悪な条件じゃなければ今頃失踪した人に追いついてただろう。それはあんたには関係ない。ヌビレットさんの依頼も講師の行方をつかむことだけだったはずだ。俺は
金域が孔子の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。これに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろう。けどオイラたちの調査はもう今室まで進んでたんだ。それにお前もさっきあれこれ質問しただろ。なのにオイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞ。おっと悪い、そんなに答えが気になっていたとは。そりゃそうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。ついてこい。ここはメロピデ要塞だ。それを忘れてもらっちゃ困る。真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか。ところに隠してあるのに、見た感じ特別なところはないな。すごいでかい扉だぞ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ。俺以外はな。その名の通りまさに禁域ってわけさ。だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうな。まあ確かに隠そうとは思ってないけど。そうすべきかどうかはここを見てから決めるといい。下がっていろ。おお、一つ一つ上がっていったぞ。近づいてみるといい。メロピデ要塞の管理を引き受けてから俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一体何があるのか。もちろん考えなしに開けるのは賢明な行動じゃない。だがこの裏に隠された謎を解き明かさないのはリスクを放置してるのと同じだ。ここが俺の管理下になってから今までこのゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ1年でその針が静かに回り始めてる。おそらく何らかのデータにわずかな変化が生じたんだろう。普段なら見逃してたがその時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらはこれが何のデータだと思う？ああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。だがな、そんなありきたりなもんじゃない。温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから
俺は試しに外部から圧力を加えてみた。だがそれに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原始大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。これは原始大海の水の濃度を測るものだとな。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが、海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざり、その濃度が徐々に上がってきてるんだ。ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いや、ヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体、大海の水はどこから。どうやら気づいたようだ。まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。何らかの理由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で、俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが、大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。ああ、大海の水は原始大海に由来するものだとフォンテーヌの伝説では語られてる。もしここが決壊すればフォンテーヌに住む奴らは全員たった一夜にして水になるだろう。でも妙じゃないか。なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てられたんだ。ここって誰が作ったんだろう。その顔を見るに難しく考えてるようだな。だが実際のところ事実はあんたが想像してるもんより単純かもしれない。俺がこのことに気づくまで金域の秘密を知るメロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から話す噂も昔ここに集まった奴らが残したもんだ。先代水神のエゲリアがまだその座にいた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例だった。人々は狼の群れから仲間を駆逐するかのように犯罪者を追い出した。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。荒れ果てた海辺に追放され、苦難や寒さ、痛みを味わうことになる。だが一部の人間は悔い改め、天に祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚え、こう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。彼らは水神の力を借り海の底に集った。そして協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き、徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ、より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかったメロピデ要塞を他の追放者に託したという。先代水神は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって追放者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、太陽から遠く離れたメロピデ要塞、そこは罪人たちにとって唯一の安息の地となった。だからここの人間はメロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らは信じてるんだ。自分たちは今罪を償っている。その償いを終えたら再び自由になれるとな。だが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだと。彼らはここの生活に染まっていき、水の上の世界とは徐々に疎遠になっていった。刑期を終えた後、
ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で感触につくと、その枯れた魂が太古の秘密と共に消えていくことに身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが他のやつはこの話をあの学者の妄想だと思ってる。でもお前は確信してるんだな、その話は全て真実だってこと。ああ、もしいつかこのゲートが決壊すれば、あの予言のように全ての人が水に溶けるだろう。どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら全てのことが予言の内容と重なってる。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そしてその兆しが現れれば二度目の恐怖を、それが現実となれば三度目だ。場所を変えよう。あるものを見せてやる。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。最新のデータはすでに。待ってください、ジュリエ、他の人が。あれ、ジュリエとルールビー。慌てるな、この二人はもう俺らの計画を知ってる。なんですって。誰にも計画を漏らしてはいけないとおっしゃっていましたよね。そうですよ。それにこの人たちは信用できるんですか。結果はもう目に見えてるだろう。この二人はあんたらが思ってる以上に情報を知ってる。わかりました、あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね、二人から悪意は感じませんし、多分信じてもいいのでしょう。さて改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君、フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の元で働いてた。あんたらエドウィン君のことは知ってるか。そりゃよかった、説明する手間が省けた。彼の専攻はアルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその助手で、関連技術が頭に入ってる。俺はジュリエ君を技術顧問として雇ってるんだ。まさかメロピデ要塞を吹っ飛ばすつもりか。ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん、同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか。見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら実は仕事を理由に合い引きしたいだけなんじゃないか。公爵、合い引きだなんてありえません。そうです、僕が土地狂わない限り。ああ、わかった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。うわ、また上に開く扉だぞ。そう褒めるな。メロピデ要塞に対して、イラン自負が生まれてくる。ひひひ、だって、本当にすごいと思ったから。ではもう少し手品を披露しよう。これ
それにここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あまりよく知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは典型を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルトゥナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルトゥナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその者たちに帝国の統治下に入るよう呼びかけた。その物語にも船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から俺はこの考えを持つようになった。つまりその伝説のフォルトゥナ号に影響されたってことか？天才を目前にしてフォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。さて、見送りはここまでにしよう。あ、ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ、情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。その辺はちゃんと考えるつもりだぞ。ああ、これからの展開を楽しませてもらうとしよう。戻ったぞ。おかえり。お茶いる？お前もあの公爵と一緒かよ。いつもお茶ばっかり飲んで。お茶といえばだけど、ついさっきあることを思い出した。麻酔が効いてた間、うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの。茶葉、お茶の水、あとティーカップとかの話をしてた。ディオセスリとシグウィンだろうね。男の人と女の人が一人ずつだったから多分そうかも。でもその人たち本当にずっとお茶の話だけをしてた。ここの人ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人、パイモン、真相はもう聞き出せたんでしょ？お、公爵が全部説明してくれたぜ。ふんふん、じゃあ答え合わせをしてもいいかい？ああ、少し休んだおかげでだいぶ楽になったよ。近くに誰もいないし、シグウィンさんも他のことで忙しいみたい。このままここで話そう。よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。あの後僕も自問してみたんだ。3つほどね。
まず一つ、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか。その原因は彼が水中に潜ったからだ。言い伝えから原始大会の場所は特定できないけど、僕の推測によればこのメロピデ要塞の近くにあるんだと思う。おお、すごいな。早速かなり当たってるぞ。さすがリネ。二つ、リオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをしていたのに、どうして急に牙を剥いたのか。この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする。彼が僕たちを野放しにしていたのは、おそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろう。しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだ。リオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃない。メロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになる。こうして両者が膠着状態になれば、彼はその間にできた隙を泳ぐことができるってわけさ。つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。おそらく医務室の秘密と関係してるんだろう。でもそれが一体何なのかについては皆目見当もつかない。お前って本当頭がいいんだな。ありがとう。さて、次が最後の呪文だ。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕が把握できているのは、その計画が海水の変化と関係している可能性があるということだけ。そのためにクロリンデさんまで呼んだんじゃないかな。でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには普通の人じゃ目にできないものがあるっていうことだ。あの手にはまだ駒が握られていて、お父様と交渉することも考えてる。情報が足りなすぎてあまりに予測の立てようがない。でも君が僕の疑問を解いてくれるはずだ。まさかそれが真実だなんて。洪水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあリオセスリがお父様との面会を望んだのもこの危機を防ぐためだったってこと。僕がこう言ったのは覚えてるかな。お父様はハウス・オブ・ハースを本拠地として扱ってるから、問題の解決をずっと望んでるって。でもどうしてリオセスリがそのことを知ってたんだろう。それかリオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したかっただけなのかも。だから交渉を持ちかけた可能性もある。そうだね、筋は通ってる。君が心配してることはちゃんと分かってるから安心して。この情報は何としてでもお父様に伝えるよ。何があっても僕たちは君の味方だから。君とパイモンには十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちはここに立つことすらできなかっただろう。今後助けが必要な時はいつでもハウス・オブ・ハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくてもこれだけ一緒に過ごしてきたんだ。僕たち3人にとって君たちはもはや家族同然さ。僕もとても感謝してる。大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な秘密を共有してくれたことも。教えてくれるとは思ってなかったから。てひひ、急にそんなむずがゆいこと言うなよ。おいら
疲れてるよね。早く何か食べた方がいい。うん、じゃあ先に行ってるな。皆さん、夕食のお時間です。サービス食を受け取りに来てください。ほらほら、オイラたちも早く取りに行こうぜ。あ、旅人、パイモンちゃん、こっちこっち。看護師長、お前もご飯か。ええ、ついでにクロリンデさんのために晩ご飯を用意してるの。ほんとだ、あいつがメロピデ要塞の食堂に座ってるなんて。君たちは何が食べたい？ねえ、今日はうちが決めるってシェフのワルジーさんに言ってあるから、何でも食べたいもの注文してちょうだい。おいらもおいらも。はいはい、任せて。筋肉が動いてるからとてもリラックスしてる証拠ね。看護師長は患者のためにそういうのを研究してるのか、それとも人間を理解するためにやってるのか。どっちもね。うちってメリジーヌでしょ。人間といろんなとこが違うの。だからここでみんなの面倒をよく見るためにも、君たちが考えてることを知らないといけないのよ。本当に面倒見がいいんだな。こんなに背がちっちゃいのに振る舞いはお姉さんみたいだぞ。本当？うちのことお姉さんだと思ってくれるの？よかった。そうだ、前にお前が公爵の執務室にいた時、ビルたちを守ってたって言ってたけど、それって何のことだったんだ？ああ、それね、うちはただあの子供たちを気にかけてほしいって公爵にお願いしただけよ。特にあの潜水士の子をね、水質が妙だって聞いたから心配で。幸いクロリンデさんの見事な手腕のおかげで、あの子を無事に助けることができた。クロリンデさんがあそこを離れた後、公爵がわざとパイプを封鎖したのもリネさんが衝動に駆られて追いかけるのを防ぐためだったのよ。あの道って行き止まりだけど、それでも誰も近づかないように数人の看守にずっと見張らせていたの。それからクロリンデさんが戻ってきた時、すぐに扉を開けられるようにね。うちもずっとリネさんの様子を気にかけていたんだから、プレッシャーをかけながらトラブルに巻き込まれないようにしていたの。本当に抜かりないんだな。まあ、これがメロピデ要塞のやり方といったところかしら。少なくとも公爵が着任してからはずっとこんな感じね。はあ、ヌビレットさんももっとここに来てくれたらいいのに。そうすればきっとこの場所を好きになってくれると思う。だって暗くてごちゃごちゃしているでしょ。今夜はゆっくり休んでね。みんなお疲れ様なのよ。いろんなことがあったから気を抜いたらどっと疲れてきたぞ。おいらすごく眠くなってきた。お前も疲れてるんじゃないか。ふぅ、
どけどけっつってんだろ。何があった、なんで逃げてんだよ。知らんが何かトラブルがあったらしい。ったく俺に聞かないでくれ。なんだよ、おいらまだ眠いのに。暇なんてない。じゃあな。え、あ、おい、どいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞ。なんなんだ。やっと見つけた、こっちに来い。よかった。クスト、ラベリューナ、何があったのか知ってるのか。もちろん、君たち二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。何やら少しトラブルが起きてるらしい。できるだけここから離れて外に逃げろって公爵に言われてる。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。ほら、よくあるだろ、逃げた後に人数を確認したら一人か二人足りないってこと。ん？そんなこと言った覚えは。むしろそれはそっちが。余計なこと言うな。はいはい、とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、できるだけ上に行けって言われてる。まずいんじゃないか、まさかあれが。え、おい、どこに行くつもりだ。公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行っててくれ。オイラたちのことは心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。皆さん、直ちに避難してください。外へ避難を、外へ避難を。まずは上に向かってください。最上層に到達したら外に出て、ここを離れてください。案の定だな。そう言ったはずだ。何が。いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。
ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。ムビレット、なんでここにいるんだ？旅人、今すぐ歌劇場に向かってほしい。もうじきフリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。ああ、必ず。心から感謝する。話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。ですがそれでもできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご高名を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があったら一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーナ殿と大して変わらない。最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう、講師が失踪したということをね。全く心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。そういうことなら僕からも一言付け加えよう。そのものの武芸はまあ悪くないものだ。うん、おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああ、そうだ、忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官ヌビレット殿に裁かれたんだった。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際にはまさに感服せざるを得ない。そうだろうな、君であれば
確かに調べられるだろう。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば、私ももっと喜んでいただろう。だが、講師が失踪してからすでに長い時間が経っている。おい、生きてるからな。そこについては安心していいぞ。おや、どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたち、あいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かった？メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り、水路を使って脱獄することになるはずだ。彼が無事に海底から離れられた証拠を見つけたというのか？ほう、それはいいことだ。つい先日、彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため、私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。拝啓、親愛なるトーニャ。俺は今歌劇場の前で街の景色を堪能してる。こんな感じでいいのだろうか？手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければ、どんな書式でどんな言葉を使っても。あれ、カップの中身が揺れてるぞ。これもきっとある種の予兆だろ、フリーナ殿。その言い方よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。ご苦労、あとは私に任せるといい。本当にお一人で？問題ない。へえ、この状況に対処できるってことはやはりもしくは責任感が強いだけってこともあり得るか。一理ある。予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。この度の審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。どうやら中の問題は解決したようだ。つまり俺らもしばらくは大丈夫ってことだな。ああ、しばらくは。今回の賭けは俺の勝ちってわけだ。さて、景品をもらおうか。確かに
あなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で来るか、大勢を引き連れて来るかな。一人で来るはずないってクロリンデさんは思ってたのさ。立場上そうあるべきだと思ったけど、この件の機密レベルは私の予想を上回っていたようだ。あんたもそろそろ機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか。法廷ってのはそういう場所だからな。それで賭けに負けた者は何を渡すのだ。茶葉か。公爵の執務室に茶葉などいくらでもあります。法典を送った方が有意義なはずです。なんだ、俺の法意識が低いと皮肉ってるわけじゃないよな。公爵はメロピデ要塞を法の及ばない場所として扱ってはいなかったと思うが。ここには法典に興味を持つ者などあまりいないと思っていたが。さっきの話は冗談に決まってるだろう。で、水の上にはまだトラブルが残ってるのか。急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは我々も承知していますから。ああ、向こうも順調だといいのだが。いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーなどの神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。君のその表情を見るに私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい。この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にある内容が少しずつ現実になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず君はここでのんきにお茶を飲みケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。このままで本当にいいのか。予言は全ての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえこの故郷を救おうと尽力しているのだ。それなのに君は魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う、僕は予言を軽んじたことも悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど不敬極まりないぞ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まう数多の民たちが同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちはいかにしてこの時期沈んでしまう土地で生きればいい。僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。ならば問おう。フリーナ殿が言う努力とは、それはどこで見られる。僕は予言と同じく、全てはその時が訪れれば開示される。君はただそれらが見えていないだけに過ぎない。なるほど、さすがは神だ。その努力とやらが
私たち凡人には見えないものだと。では僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか。例えば、そう、この災いに対する措置とか。措置は。その表情から察するに、まさかこれも言えないと。措置も秘密にすべき内容だ。では少しヒントをあげよう。君たちの油脂祭典カーディナルは一体何のためにあるものなのか。今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつもりだ。油脂祭典カーディナル、それはただ見ての通り。君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、ある計画を企てている者がいる。ただ残念ながらそれは君ではないようだ、フリーナ殿。リネが歌劇場にいた時、ほんの少し油脂器に近づいただけで大量の立証混合エネルギーが付着した。それでこのことに気づいてね。この件も君とは無関係となると、水神様ともあろうお方がまさか本当に何もしていないわけじゃないだろうね。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿がお茶会に出席していないのを見るに、彼はフリーナ殿に命じられて何かトラブルの処理をしているのだろう。あ、そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿もさぞかし自信を失うようだ。さて、話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンもさあ。ありがとうな。じゃあ遠慮なく。やっぱりケーキは最高だな。この僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。あ、そうだ、召使いが美味しいケーキを持ってきてくれたことにも感謝しないと。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。私はただフリーナ殿の好みに合わせて一緒にお茶を飲みながらおしゃべりできるチャンスを用意したに過ぎない。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうかな。私はまだ用事があるので先に失礼させてもらおう。よかろう。ではお開きだ。旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。最後の数分間で少し講師の話がしたい。このお茶会、想像以上に厄介なものだった。コホン、なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ僕は休ませてもらうぞ。
付き合ってくれて感謝する。まあ講師はただの口実で、君たちと彼の間に何があったかなんて興味はないんだが。やっぱりな、そうだと思ったぞ。前回君がハウスオブハースの子供たちを救ってくれたことだ。彼らの父として礼を言わせてもらう。私はそんなダメな父親に見えるか？ハースオブハースはとても大事な存在でね。私が子供たちを大切にしていることも君なら知っているはずだ。公式な場では公式な話題を、逆にそうでなければ公式な話題は避けるべきだ。話はそれだけさ。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張らないでくれ。君から情報を聞き出そうとしているわけじゃない。あそこにはリネ、リネット、それにフレミネがいる。私は子供たちの能力と判断を信じているからね。おう、あいつらすごく頑張ってたぞ。邪魔をしてくるやつには全力で抗ってな。特にリネのやつが。リオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。だがリネは強がりでね。他の者に頼ることをもっと学んでほしい。例えばこの私とかをね。ただの世間話だと思って答えてくれ。フリーナ殿についてどう思う？君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。私の視点から教えてやろう。以上がこたびの審判の顛末です。孔子様は有罪判決を下された後、そのままメロピデ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな。これほどの面倒事を残しておいて、羞恥心というものが全くないのか？そのまあいい、全く無意味なわけでもない。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか？いや必要ない、私が直々に動く。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。わ、逃げた？待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だがまさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。だが餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え、彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、
一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。孔子様が失踪したとのことです。またメロピデ要塞に潜伏していた者と買収していた監視との連絡が途絶えました。例のリオセスリという者がやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。これでフォンテーヌ側には外交的な責任問題を突きつけられる。実にいい機会を得た。水神フリーナ殿と最高審判官ヌビレット殿に会おう。面会の手配を。それからリネ、リネット、フレミネ、君たち3人にはやってもらいたいことがある。はい。孔子タルタリアの失踪は計画外のものだったが、突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウス・オブ・ハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。隠すつもりはない。お前水神を襲ったのか。どれだけ大声で叫んでもそれが公になることはない。フリーナ殿でさえ何事もなかったかのように振る舞っているのだからな。そうか。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテーヌの上層は想像よりも複雑らしい。以前はあのヌビレット殿こそが水神だと予想していたが、今となってはそれも違う気がする。私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。だがヌビレット殿といい、フリーナ殿といい、どちらも何かが欠けている。あれが神だとは到底想像できない。これは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場合感覚というのには理由がないものだ。情報を扱うものだというのに故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、こうして災難が迫りつつある。フォンテーヌ人が生き延びるには、おそらく自分たちでその術を考えるしかないのだろう。結局のところ生きていることでチャンスは訪れる。今後もし必要な時が訪れれば、君と協力関係を結ぶことだって辞さない。すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。ふん、こんなに早く戻ってくるとはな。いろいろと話したいこともあるだろう。私はこれで失礼させてもらうよ。ヌビレット、問題は解決したのか？ああ、現段階ではな。だが長期的に見てこの問題は非常に厄介だ。フォンテーヌがいずれ予言にある光景に直面するのではないかと憂慮に耐えない。フリーナを守ってくれたこと、
感謝する。うん、簡単に言えば、私が力を使って大海の水を押しのけ、あのゲートを再び封印した。やはり召使いがフリーナに圧力をかけたか、明らかに探りを入れているようだが、その動機は私にもわからない。聞こう。お前が水人ってことはないよな。あ、いや、適当に言ってみただけだけど。言えないのか。じゃあ他の話題にするか。別に無理に聞き出すつもりはないし。お前たちって本当変わってるよな。そのお前たちが私とフリーナを指すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では様々な点において立場が全く異なる。ああ、レロピデ要塞は歴史が長い。あそこには数多くの苦しみと痛みが存在する。そして今災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。なんで急に雨が？おそらく君の思った通りだろう。なんだなんだ。水。ん？うえー！そう驚かないでくれ。フリーナ。すまない、オイラたち当てずっぽうで言ったんだけど、まさか当たってたのか。なんか言ってくれよ。君たちの推測は正しい。だがどうか内密にしてくれると助かる。おお、任せろ。絶対に誰にも言わないぜ。でも実はまだ一つ聞きたいことがあるんだ。ああ、言ってみるといい。お前は水元素の竜王としてメロフィデ要塞の大海の水を押しのけたんだよな。フォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら、お前の力でその危機を解決できないのか。現在私を含む全ての元素竜は完全な状態ではない。話によると、最古の戦士がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣能はその奪った力によるものだ。竜には七つの元素があって、神にも七つの元素がある。あの時代を経験した先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。私はその後継者だが、それら古き歴史についてはあまり知らないのだ。神の消失によって元素を操る剣能が変換される。そのようなことが起こらない限り、私も何もできないだろう。現状からして他の方法で予言に対抗することをお勧めしよう。お前でも解決できないってことか。ところで、私はこれから少し急ぎの用事を片付けなければならない。もしまだ聞きたいことがあるのなら、また別の機会を見つけてそれらにまつわる古い話を語ろう。ちょうど行きたい場所があるんだ。旅人、メロピデ要塞に戻ろうぜ。オイラちょっと心配なんだ。じゃあまた今度な。ああ、達者でな。
君たち、どうして戻ってきたんだ？カスタ、ラベリエンヌ！おいおい、まさかまた捕まったわけじゃないよな。え、そういうわけじゃないけど。くそ、あの騒ぎに乗じて逃げたかと思ったのに。数少ない脱獄者の一人かと思ってたが、まさかそもそも逃げてなかったのか？悪いな、オイラたちちょっと用事があって。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな、ずっと二人のことを心配してたんだぞ。僕だけじゃないだろ、君だって同じだったじゃないか。そうだな、ここ数日厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一緒に働いてた時、こいつ人参相手にブツブツ言っててな。あの二人大丈夫なのか、まだ生きてるよなってさ。そういう時はいつも大丈夫だ、きっとどこかで何か飲みながら景色でも堪能してるに違いないって返事してやってる。ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ、気にかけてやるのは別に普通のことだろ。それにこいつら僕の話を聞くのが大好きだったしな。この二人思ったよりずっと親切で面倒見がいいんだな。二人とも今度たらふく食いに来てくれよ。いるけど全体的に見ると大したことはないのよ。ヌビレットさんがここに来てくれたおかげね。一時的にだけど危機を抑えることができたみたい。君たちも助けてくれてありがとう。でもヌビレットのやつ、なんで自分の力が必要だって分かったんだ？ヌビレットさんは水元素と強く共鳴できるから、増水した海から巨大な波紋を感じ取ったんだと思う。囚人たちの手当てをしてた時、あのボムブラザーズから聞いたんだけど、危険も顧みずに下層部へ走っていたんだって。こうして君たちが無事なのを確認できて、ようやく一安心できそう。もし急いでなかったらここに泊まっていてちょうだい。何か食べたいものがあればいつでもうちに行ってね。ウォルジーさんに用意するよう頼んであげる。それと疲れてたら医務室を使って自由に休んでくれていいから。ちょうどうちも君たちの顔の筋肉をもっと観察したかったの。君たちの楽しそうな笑顔ってとても魅力的ですごく素敵なのよ。うちそれをもっと見ていたくって。さ、このカードのマークを当ててみて。威張る猫かな。あ、二人とも来てくれたんだ。旅人、バイモン。こんにちは。おお、フレミネもだいぶ良くなったみたいだな。うん、みんなのおかげで。その、僕、勇気を出してクロリンデさんにお礼を言ったよ。あいつどんな反応してた？その大丈夫って言われた。人を助けるの
あんまり大したことだと思ってないみたい。何か恩返しをしようとも思ったけど、お返しはいらないって。フレミネに余計な気を使わせたくないんだと思う。そんなに気にする必要はないわ。そっか。そうだ、オイラたち歌劇場に行ったんだけど、そこで召使いに会ったぞ。お父様に何か言われた？意味深なことを言われたな。いずれ共に手を組む日が来るはずだって。お父様の君たちに対する態度は僕たちが予想してたものよりも友好的だったみたいだね。よかった旅人。お父様を信じてほしい。お父様にはお父様なりの責務がある。必要な時が訪れれば惜しみなく力を貸してくれるから。その中にはもちろん君も含まれてるはずだ。うん、お父様はとてもすごいお方だから信頼して。あ、そういえば召使いがリネのことを強がりだって言ってたぞ。他の者に頼ることをもっと学んでほしいってさ。その通りだね。うん、お父様が言いそうなこと。ちょっと、しばらくここに残るの？多分そうなると思うぞ。よかった、一緒にお茶会ができる。お、いいな。じゃあオイラケーキをもっと食べたいぞ。もっとってことは上でも美味しいケーキを食べてきたんだ。そう、よかったね。次は私たちと一緒にお茶を味わいながらデザートを食べましょう。ジュリエ、看護師長から聞いたけど、お昼ご飯を食べてないんですって？ん？ああ、仕事が忙しくてうっかり忘れてた。もう、いくら忙しいからって。あれ？あなたたち！ジュリエ、ルールビー、無事だったか？なあ、ここ最近はかなりバタバタしてるけどね。君たちは大丈夫だった？お前たちは？まだ医務室の秘密通路の先にあるあの巨大な船の研究をしてるのか？ええ、でもこの秘密を知っているのは私たちだけですから、絶対に他言無用ですよ。医務室が混んでる時はとても面倒だが、まあそれでも公爵の執務室を通るよりマシさ。あなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけどね。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなんか口実で、本当は一緒にいたいだけなんじゃないのか？ありえない。シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。どういう風の吹き回しだ？ネロピデ要塞の状況を確認しに来たんだ。大丈夫そうか？大した問題はない。ヌビレットさんが厄介な問題をいくつか解決してくれた。そんなにすごいんならあいつにここに残ってもらうよう説得すればよかったんじゃないか？ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのために法廷全体を捨てるよう最高審判官を一緒に説得しようじゃないか。慌ただしく降りてきた挙句、お茶を一口も飲まずに帰っていった。まあ看護師長からのプレゼントだけは受け取ったみたいだが、
本当に忙しいんだな。それとクロリンデさんも帰った。同様に看護師長のプレゼントを持ってな。プレゼントってミルクセーキか。ヌビレットさんのはそうだ、クロリンデさんに渡してたのはリップクリームだったな。え、ずいぶん違うんだな。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に健康を維持できてるのが理由だろう。それに看護師長はレディーに美容品をプレゼントするのが好きだしな。そうだ、あんたらへのプレゼントもある。看護師長からか。いや、俺からだ。メロピデ要塞での仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。だがあんたらが使ってたあの牢屋はケーキが終わるまで好きに使ってくれて構わない。本当にいいのか。じゃあまだまだ住んでもいいってことだよな。ああ、あんたらには食堂を無料で開放しよう。ひひ、やったぜ。ケーキが終わる日になったら俺のところまで手続きしに来るのを忘れるなよ。またこの牢屋に戻ってきたな。でもオイラたちはもう囚人じゃないし、気分もちょっと違ってくるよな。そうだな。でも実際のところオイラたちってそもそも悪いことしてないし、いつだって胸を張っていいと思うぞ。え、なんでわかったんだ。そんなことないぞ。ふん、オイラが言いたいのはな、オイラたち二人って実は結構すごいんじゃないかってことだ。ほら、オイラたちって一緒にたくさんの場所を旅していろんな奴らと知り合ってきただろ。旅の中でどんどん新しい友達を増やしながらな。それにこの世界には数えきれないほど問題があるのに、オイラたちはたった二人でそういうのをずっと解決してきた。これってすごいことじゃないか。オイラもカウントしてくれるのか。冒険者はお前だけだろ。じゃあ今度キャサリンに会ったらオイラも冒険の証をもらわないとだな。ひひ、冒険者パイモンだぜ。考えるだけで嬉しくなってきたぞ。じゃあオイラは寝るからお前も早く寝ろよ。前にここで寝た時は目が覚めたら外が大騒ぎになってたんだよな。大海の水が上がってくるなんて正直かなり怖かったぞ。今回はさすがになんもないよな。